皆様こんにちは。この動画ではおうちの御用聞き家工房で2022年4月度に開業いただいた加盟店さん12店舗の開業支援の実績後半の部のご案内となります。それでは早速 G 店からご案内をいたします。 G 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が 29,350 分、スーパーバイザーがお伺いをしている3日間でお電話いただいた件数が8件、お見積もりの件数が3件、金額が 79,160 円となっております。続いて A 地点、 A 地点は甲信越地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約 29,000 部、お電話いただいた件数が14件、お見積もりでお伺いさせていただいた件数が6件、金額が 54,800 円となっております。続いて I 店、 I 店は東北地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が 28,100 部、お電話いただいた件数が22件、お伺いをさせていただいた件数が12件、金額が 124,791 円となっております。続いて J 店、J 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が 29,300 部、お電話いただいた件数が13件、お見積もりの件数が7件、金額が 292,333 円となっております。続いて K 店です。 K 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約 23,000 部、お電話いただいた件数が14件、お見積もりの件数が11件、金額が25,500円となっております。それでは最後 L 店ですね。 L 店は中部地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約30,000部、お電話いただいた件数が13件、お見積もりの件数が1件、金額が12,000円となっております。以上がおうちの御用聞き家工房で2022年4月度に開業いただいた加盟店さん12店舗の開業支援の実績のご案内となります。なおこの加盟店さん12店舗の開業支援の実績の平均額をお伝えさせていただきます。平均額が 303,555 円となっております。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。